はい、始まりました。今やったのあるらしいんですよ。もうね、オートポイエースっていうのやめな。いや、お前が言ったんだよ。違う、もうオートポイエースで人は来ない。いや、どう違う、オートポイエースのせいじゃないと思う。じゃあ、当たり前だろ。なんなんだろうね、やっぱ金曜日かな。てか、だから、まあ、あれじゃね、やりすぎ、明日の9組のやつ来るんじゃない。やっぱりそう思う。9組人気がね、あるからね、やっぱりね、うん、やっぱ五郎くんね、やっぱオートポイエースの話じゃないって言った方が良かったのかな、違う話にするって言った方が良かったのかな。なんかダンスをするとかさ、なんかパーティー感があった方が良かったんじゃない。人を呼ぶっていうだけだったらダンスをしたね。でもあれなんじゃないですか、こう、菅君の時は、菅君の時すごい人でした。アルシーの時はそうでもなかったけど、でもまあ何があったか、ユーゴ君の友達とか、菅君の時は10人以上来てると思うよ。マジで、うん、偉いでしょ、菅君偉い。いや、もういっぱいだったの、菅君。菅君が人気なんですよ。なんか菅君は人気なんだろうね、やっぱ菅君のをあんまり話すことないからな。どういうどんなこと考えてるんだ。わかんないけど。のんびりお菓子だ。お菓子食べてる。そのじゃあ、でもやっぱり、うん、ちょっと日頃の行いが悪いじゃん。誰だ。俺と、あの、俺の別に悪くない。これ放送してんの。じゃあ、録画はしてる。やつであげるんだ。あげる。でもね、そんなに回転数いか100とかくらいしかいかないから、今のところ。なんか、ゆうごくんが、やっぱ見てるんだって。多分ね、130回ぐらい、あれしのやつ言ってると思うんだけど、今の時点で。多分10回ぐらいはゆうごくんなんじゃないかなと思ってる。だやっぱ、ゆうごくんのことを、ために、なんか、ちょっと、なんか褒めたいなと。じゃあ、褒めよ。今日はそこから始めよう。そう、なんか、この前、アルシンの会の時に、うん、なんかユーゴ君の悪口を言ったんだよ。で、すごい落ち込んでたんだって。誰が言ったの。アルシン。アルシン言ったっけ。いや、俺も全然記憶にない。でも、ちょっとあんた悪口言うのやめてよって言って怒ってきた。え、本当に、うん、ネタでしょ。まあ、ネタでしょ。じゃあユーゴ君のいいところを言っていく、うん、この前のさ、バー星屋の展示、うん、結構良かったよ。あなたはなんか一言も発さないで帰りましたね。ちょっと狭かったね。ていうか、ユーゴガールズがいっぱいいたじゃん。ユーゴガールズすごかったね、うん、マジで、うん、マジで女性ばっかりだもんね、うん、そうだったね。すごかったね、ユーゴ君ってやっぱすごいんだなと思ったね、うんうん、で、やっぱりここの客層とは全然違うっていうか、我々に、ついてくれる、我々の、ことを見に来てくれるお客さんとは全然違う感じ。ありがとうございます。すみません。え、ちょっと遅刻した。いやいや、どうもどうも、ありがとうございます。ということで、続々とお客さん来てる感じですけどね。じゃあちょっとちゃんと話してか。うん、いいよ。じゃあ、今回全体、ちなみに俺、今日 T シャツ着てきたのよ。これ覚えてる？ベンチだね。うん、まあ、ベニスにね、ダヴィンチはないんですけどね。でもこのベニスで買った、みんなで行った思い出の T シャツ、思い出の T シャツ、うん、ですぐお寺っていうか教会の前で、教会で買ってこれ、うんうん、でその教会の外ですぐこう着替えてたら、すごいなんかみんなに笑われた。笑ったね。うん、クレイジージャパニーズがツーリストのなんかちょっと行かれたから、そうそうそう、すぐ着るやついたでもすぐ着たかったから、これを着て歩いて、ベネチア、ビエンナーレ見て歩きましたね、こんな感じの格好で、はい、まあ楽しかったね。そうですね、あれまた行きたいね。うん、なんかどうやってこう機械作れる場合がね、まあ、やっぱキャンサーで海外の展示ができるようにできる時とか、ああいう感じで、ああいいですね、見たいね、うん、楽しかったですね。今回の展示は、展示というかこうやっぱり海外を目指してっていう、そうだよ、そういう意識でやってみましょう、うん、まあみんなね、
世界ではまだ活躍ということはできてないから、うん、まあしかも海外に行った方がいいんじゃないかなと思ってるんだよね、みんな。の方が受け入れられやすいというか理解されやすいような気がしてる。海外に住んで活動する、住まなくてもいいけど、うん、海外で展示した方がいい、うん、日本はな、いろいろ苦しいことがいっぱいあるから。なんか僕ロンドンに行って今年個展したんですけど、うんうんうん、で結構、まあ、でもさっきオートフォエーシスって言うなみたいな話があったけど、うん、逆にだから行ったんですよ、オートポエーシスですよ、うん、いや俺もその方がいいと思う。それで、うん、やっぱ、まあ、ロンドンはオートポエーシスはそんなに、うん、研究してる人多くないんだけど、うん、でもそれでもやっぱり反応はあって、うんうん、でそのまあ何個か話2つぐらい、うん、話ちょっとつながりそうなやつは、あそう、うん、出てきてるよね。なんか1個はエジンバラで、まあ、エジンバラの大学美術館みたいな、うん、エジンバラ大学、そうそうそう、え、メモで、うん、そこの大、そこでなんかグループ賞があって、うん、まあ、それに、まあ、参加するしないみたいな話をしたりとか、うん、あとまあそのウェストミンスター大学っていうのがあるんで、はいはい、そこの工学系、うん、工学系ってその工業の工に学ぶのが工学系の教授みたいな人が、やっぱりその人も男演出やってて、うん、で、それの、で、なんかコラボレーションしようみたいな話をしたりとか、まあ、してますね。まあ、男演出って言ってるアーティストそんなにいないだろうからね。そうみたいなね。うん、まあ、スペインとかになんかいるみたいな。あ、ほら、ね。まだでも、そんなに多くないだろうね。だから、まあ、引きあると思うよ。うん、だから、でやっぱそう、海外に行ってやるってなった時は、トピックが明確な方が。なるほど。いろいろつながりやすいし、興味持ってもらいやすいというのはあるかなと思います、うん、あるし、なんかもね、やっぱ黄色と黒で、金髪で、ピアスつけてて、で、2丁目で来日っていう。全然関係ない。いや、でもそうだから、いや、でも一緒にヨーロッパ行って、やっぱり、本当に、あれはドイツで言われたの？フランクフルト？忘れた。なんかどっかあれはあれですよ、どこだっけ、大きいです、ミュースター、ミュースターの公演で、その金髪いいねって言われて、ずっと喋ってたので、あ、本当に、確かに、だから、フランクフルトの、各都市でだよ、各都市のいい、なんていうの、その新宿二丁目的なところはどこの国でもあって、そういうところを歩くと、アルシノもすごいとか、オカマちゃんって言って、すごい声かけられてた。ね、変な人に、ね、声かけられてたね。変な人ではないけど、なんかすごい大人気だったよね。フランクフルトでも一人でいたら、うん、なんかゲイっぽい男の子がずっと話しかけてきた。その後あれでしょ、カフェで話しかけてきたやつでしょ。あ、そう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 、うん、あいつね、また会ったねみたいな、ウェイみたいなやつすごい来たよね。英語も全然しゃべれないって、本当にあるし英語苦手なんだけど、でも、うん、あ、それでもめげずにずっと話してた、うん、あるし、ほら、お母さんにだから、なんか顔がさ、やっぱその、なんか可愛いんでしょ。そうなんだよな。俺のお母さんが可愛くなかった。まあ、パーソナリティー、パーソナリティー。あるしのお母さんも本当にお母さんって感じのお母さんにね。うん、だから、ちょっと、今回の展示の話。オートポエーシスの話の途中だったでしょ。いやいや、違う、ね、だからオートポエーシスもあるんだよっていう話でした。今回は男イエスとは話関係ないの？まあ関係はしてるけど、でもまあその、なんていうのかな、直接男イエスと関係してますって、声高らかに言うほど関係はしてない。あ、そうか、うん。でもまあ、その、一応テーマは身体値っていうのはね、アナクさんが書いてくれてたけど、うん、まあそういうのはあって、で、風船ガムを噛んで風船を膨らませるっていう、間に、まあ、風船を膨らますコツみたいなものを掴むまで、うん、ずっとこうさ、なんか舌の使い方とかさ、こう息を吹き込み口をどうこう舌のこういう感じでそれを作るかみたいなものを、うん、こう、まあ、ひたすらやり続けるわけですよね。うんうん、でそれが
1回というか、その塩梅がだんだんつかめてきて、こう風船膨らますっていう感覚がつかめてくる頃には、うん、まあその風船を膨らませられなかった自分みたいな、うん、その身体値を獲得するまでの、まあ、する以前の私みたいなのが、まあ、消失して、うん、で、まあ、別の形になっているっていう状態で、それはまあだからその下のビデオとかでは、その僕の、まあ、甥っ子なんだけど、うん、甥っ子で風船の唯一膨らませられない甥っ子がいて、うん、まあ、その彼をちょっと連れてきて、まあ、風船を膨らませられるようになるまで頑張ってもらうっていう、うん、まあ、やったりとかしてましたけど。え、違う人間になることが重要なの？いや、そのハラフタがその死のオートポイシスっていうふうに言っていたその、うん、まあ、概念的な設定というか、うん、まあ、そういうものをちょっと斜め解釈みたいなのをちょっとして、うん、まあ、作品のテーマ設定したんだけど。よし、じゃあ一個一個説明していこう。あ、さすがに、はい、まず身体値の説明から いこうか。はい、身体値についてどういうふうに説明するの？俺は一応テキストでは書いてるんだけど、うん、身体値っていうのはだから基本的にはその、うん、身体と体に知ると書いて身体値ですね。基本的にはだからできる、何か自転車に乗れるとか、風船などの風船を膨らませられるとか、その身体を使って何かができるんだけど、それをそのなぜできるかみたいなことはその容易に説明できないような、あの身体的な知っていう、まあ身体的な、それが身体知っていうふうに言われてるんだけど、まあそういうあの身体が行為することによって獲得してしまっているものすでにというか、でそれはもともとはその文脈的には、まあ、ほらマイケル・プランニングの暗黙知とか、うん、そういうものと接続するような概念として、まあ、言われていて、でそのじゃあ、まあ、スポーツ科学とかでもさ、うん、じゃあなんでそれができるのかみたいなこととか、あとそれができるようになるまでどんな、そのトレーナーがどういうそのサポートをして、どういう助言をして、どういう段階であのなんかどういうトレーニングをしてとかっていうことをしながら、その身体値を獲得していくかっていうような過程での工夫として、その身体値の学問というものがあの考えられたりもしていると。だから風船ガム、風船膨らませるって時に、例えばじゃあ実際に、はい、風船をどうぞやってくださいっていうだけじゃなくて、じゃあ舌と上顎の間で風船を潰して平たくして、でそれをこう舌の先の方にこうスライドさせて、歯の、舌の歯の奥に挟まるようにして、そこでとかなんとかって、その、まあ、やり方を説明するわけじゃない。やり方を説明するんだけど、それだけではやっぱできないから、その時にあの舌のどの部分をガムのどういうところに当てたりとか使うかみたいなのもさ、工夫するわけじゃん、いろいろ。でそれでその全然、当てもないところというか、その当て外れなところ、的外れなところを使ってあの工夫したりもしてるし、それがたまたま偶然そのスッとその舌の動きがそれに合致して、偶然というかたまたま膨らませられたみたいなことが何回か続いていくうちに、その自分のその舌の動きとかその行為の中でも着眼点というか、こういう変数を使えばその風船がうまく膨らませられるみたいな思考、試行錯誤がだんだんこう刈り込まれていって、あのできるようになっていくと。でそういうので、風船が膨らませられるようになりました、なってたけど、また今度はそれに何ていうか、また自分でこう舌の使い方を意識し始めたりとかすると、今度は何か今までできてたものがちょっとこうずれたりとかして、そこでスランプに陥ったりとかするときに、またじゃあ今どんな使い方してるとかって、こういう風になってるんじゃないのとかっていう風にまた言って、そのトレーナーがこ うまく導いていくことによって、また風船が膨らませられるようになるみたいな、ちょっとそれがまたスポーツの場合ではそういうような、その実際にそのなんか実践的な場にそういう知識っていうものが必要とされてるから、まあ、それはリハビリとかもそうだし、あと実際にやっぱその絵を描くっていった時 の,
その感覚っていうか、まあ、そういう行為を伴ったあ全部その教科書に書いてある通りにやればできるっていうようなものじゃないところにその埋まってる、特に身体を介して獲得されているものっていうのを、まあ、総称して身体値というふうに言ってる運動記憶とは領域的な被るんじゃない、それよりももっと広い運動記憶とはちょっと違う。それはね、どういうことかっていうと、運動記憶っていうのは、ね、要するに自動詞です。自動で、ゴロ君が言ったのもね、今自動詞的な話をしてるのね。で、俺は身体値というものは基本的には多動詞的なものだっていうふうに俺は理解している。つまり自動詞的なもの、つまり走るっていうのは自動詞ですよ。ランランっていうのは自動詞、自動詞と多動詞の違いっていうのは簡単、国語の先生の話をすると、自動詞っていうのは走るっていうのはね、目をつむって走る、走るっていうのを想像してみよう。私が走る、 I run、ね、その時に真っ暗な暗闇を走っているっていうことを想像することができるわけ。いいね、これが自動詞。もう一つ I eat、 何かを食べる、食べるって動詞ね、これ多動詞なんだ。で、何かを食べるっていう動詞を今想像してみよう、頭の中で目をつぶって。そうすると私だけじゃなくて必ず食べ物があるはずなんだよ。食べ物がある、ね、何かしらの食べ物がないと eat という食べるという動詞は成立しない、これが多動詞で、俺は身体値というものは基本的に多動詞的なものであるというふうに考える、ね、でその時に、分かりやすい例で言うと、やっぱり、まあ、僕がテキストで書いたのは自転車の例なんだけど、自転車に乗るっていうことは結構高校、中学校とか高校とかね、の時は結構乗る人多いと思うんだけど、だんだん乗れなくなっていくわけだ。で、大人になったら乗らない人も結構多い。だけど10年20年乗ってなくてもいきなり乗れるわけね。で、それ、そういうもの、そういう知っていうのは、ただ、初めはもちろん、例えば小学校1年生の時に練習してる時は乗れなかったんだけど、でも20年経っても乗れるっていうようなことが発生するわけね。そういうことを身体知、どこに知があるのかわからないので身体に知があるっていうふうに言ってるんだけど、僕はそのテキストで書いたのは身体知では、これ実はアフォーダンスの話をかなりこう絡めて書いてあるけど、つまり物の方がどういうふうに乗ればいいんだっていうことを発してるわけだな、我々の身体に指示してるわけで、その指示の声をうまく聞けるようになって、コミュニケーションがうまくできるようになると自転車に乗ることができるわけね。まあ、言語を獲得していくようなことと一緒ですよ。だからそのアフォード、自転車がアフォードするものに身体を合わせるということが可能になったときに、我々は自転車に乗るということができる。で、それはアフォード、つまり言語を覚えてしまえば、まあ、単語でもいいけどね、そういうものを覚えてしまえば、いつでもそれは知として利用ができるということですね。なので、身体、知と言っているのは、やっぱりその、なんていうかな、非常に時間型を経ても、利用が可能であるということによって身体値と言ってる。で、俺はこういうふうに多動詞的に考えているから、その場合走るということにも確かに身体値は宿っているかもしれないが、その時には走るという言葉が多動詞的に使われているということになる。どういうことかというと、身体を利用する、身体というものを走らせるというような言語として、その知は現れているんだっていうのが僕の理解。なんか運動記憶ってそうじゃなくて、運動記憶とかの説明で使われる、まさに自転車とかに一回覚えたらもうなんか自転車でどう乗るんだっけとか考えなくても乗ることができるよねということで、ほぼ今言った多動詞的な使い方で、内容的には運動記憶っていうのは、でもやっぱ運動っていう時にそういう僕は走るとか単純な運動のことではなくて、いやでもそれはやっぱり、ね、自転車の方に本質があるっていうことを言いたいわけ、僕は。だから食べるということは自分だけでは成り立たない、つまり何か物があって初めて成り立つものを身体値と呼ぶっていうのが俺の理解っていうことね。だから、運動記憶はちょっと何て言うかな、自分主体的すぎる考え方っていうのが僕の理解ね。いや、それだけだとカテゴリー的には脳科学その入ってるんじゃないですか。入ってる。だから脳科学だけ、いや、カテゴリーの話はだからしてないわけ。もっと広い範囲のことを言えるなというふうには思う。広い、結構広い範囲、なんか
や身体値っていう、だから、うん、そうでその時の特殊性、その身体値という言葉の特殊性というものを僕はそういうふうに理解して、なぜ身体値という言葉が必要なのかというと、それは身体を多動詞的に扱うために身体値という言葉があるのだというのが僕の理解、おそらくそれで正しいと思う。ゴロが言ったさっき暗黙知、トライミングか、それと接続できるっていうのはどういう説明で、いや接続できるというか、もともと接続されたものとして考えられている、うん、そういう人なんですか、うん、まあ、文脈的には近いっていう話で、そういう話が出てきたりはするんですけど、うん、で、まあそのだから俺は実はそれがオートポエティクスだというふうに実は思っていて、うん、要するにね、ゴルフの政策と非常に似てるよ。あ、似てる。チューニングガムをかませるっていうことを、まあ、どういうふうにやってるかっていうのは意識できないわけ。で、ゴルフが言ってるオートポエティックな政策っていうものは、何も考えてないんだけど自動生成していくっていうような、うん、それくらいだろ、うん、そういう政策のメカニズムについてオートポエティックって言ってるわけだから、それをどれだけそのシステムを回転させていけるかというのが村井心の政策のスタイルでしょ。だそれとその風船ガムというものは、まあ、ものすごい似てるわ。もともと話したら自転車の話したけど、その自転車の身体値についての作品っていうのは前に作ったことがあって、あ、そうなの、うん、でそれは前に高島屋でさ、小沢優子さん、うん、2人でやったときに、うん、その自転車は普通に乗るんだけど、その手をハンドルを交差させて乗るって、うんうん、でハンドルを交差させると、あ、こっち行かなきゃって思ったときに、こっち曲がるときはこうやるじゃん、うん、が こうなっちゃって、要は逆に曲がっちゃうみたいなことが起きるから、それこっちに行きたいときはいつもはこっちをこうするのをこうしなきゃいけないっていう感じで、結構その、まあ今度家とかでチャリあったらやってみてほしいんだけど、子供の頃やってって絶対こけるやつ、そうそれをなんかこけそうになるのとかをこらえながら練習して普通にできるようになった状態みたいなのを作って、でその乗ってる様みたいなので映像にするみたいな作品を前やったことがあるんだけど、まあそういう感じでですね、だからそれが2013とか2とかなんですけど、まあその時からだから、まあその継続して、ある程度継続したテーマで、もともとそのオートポエーシスという、概念というか、その考え方と自分の絵を作るやつと、まあ、もともと接続して考えてはいる。で風船ガム、なんで風船ガムなんか、まあだからそれもなんかたまたまウィンに、ウィーンに滞在した時に、なんか甥っ子が訪ねてきて、で動物園に連れてった。あ、あの子？あの子ではない。あの子じゃない、うん、で連れてった時に風船ガムを噛みたいっていうから買ったんですよ。それで買って、でも俺は子供の時から一回も風船膨らましたことがなくて、できなくて、でもウィーンで買ったからちょっとやってみようかなと思ってやったらすぐできた。でそれですごい、あ、できたと思って、それでなんかちょっと感動したんですけど、まあ、いや村山風呂のいいところはそういうところで、まあそれでちょっとで、その風船ガムも、まあ、そうなんだなとは思ってたんだけど、まあ、それでちょっと、うん、まあ、今回はそれでやろうと、うん、いうことになります。これ関係ないけどさ、はい、風船ガムの僕子供の頃から膨らますことができたけど、うん、ガムをさ、口の中でこうパチンってさ鳴らすやつあるじゃん、うんうん、まあ、風船ガムみたいな口の動かし方ですごい似てるんだけど、うん、あれに一回ハマって、うん、で風船ガムを今度膨らませて、ずっと膨らませてなくて、いつもガム噛んだらあれパチンってやっちゃうわけ、うん、で膨らませようと思ったらどんな風に膨らませるのか完全に忘れててできなかった、うんうん、だから自転車もこれと一緒で、だからこっちに慣れちゃったから、うん、もうこっちで乗れなくなってた、なんか その話は結構面白くて、でチャリン、自転車はそれでも多分乗れないってことはないっていうか、まあ、結構ちょっと変な感じになるけど、でそこでやっぱその口で何かやるとかっていうのと、やっぱりそのやっぱさ風船ガムもさ、なんかこうしばらくやってないとちょっと
こう勘を取り戻すまで時間かかるっていうか、うん、やっぱその感覚が そこまでこう発達し、こう細かい感覚が使えないところでもあるし、あと俺がなんか勝手に推測してるのは、やっぱその地球の重力に対してバランスを取るみたいな働きとしての自転車に乗るっていうのと、そのちょっと違うのかな。だから立ったり歩いたりとかっていうのさ、とか自転車乗るとかっていうのの、その感覚が一回形成されてそれが保持されるっていうのと、その風船を膨らませたりとかするっていう身体値の脆さっていうか、その、それはやっぱちょっと違うのかなと思ったりしました。でも話がちょっと小さすぎるからもうちょっと大きい話をしたいんだけど、うん、風船ガムと面白いですよ。でも理解しました。風船ガムとだって、まあ、それは壊れたら変われたら、だってアホードが違うの、うん、アホードダンスが違うから。いや、アホード的には一緒で、自転車の方は違うよ。こうはなんない、やっぱりこうだよ。赤ちゃんにやってみ、絶対こうやるよ。あの赤ちゃんの子、赤ちゃんはこうとか、こう赤ちゃんの本来はこうでしょ。あ、違うとすると間違ってるとか、ね、うん、間違った。だからアホーダンスに対しての、うん、そうそうそう、だからアホーダンスに従うことに、アホーダンスをこうしっかりこう汲み取るってことはすごく重要なことだから、それをまあ身体を変えればそれは変わるっていうか、あの乗れるようになるとかっていうのは、それはそうだと思うんだけど、その方がね、なんか僕はね、面白い。まあ、身体を変えたいからでしょ。で、俺はこの身体が知りたいから、うん、で、その時に身体を変えることによって、だから俺もずっとその立場変わらないんだけど、身体を変えることによって、あの何か新しいものを得ようっていうふうには僕は全く考えないの。この身体こそが謎なのだから、この身体にとどまった上でどこまでいけるかということを徹底するべきだ。まずは徹底するべきだというのが俺の立場なんで、まあいいけど、これは揺るがないけど、大体人間がこれまでの歴史で自分というか人間について、この身体について、あの医学的にも科学的にも知ることができたのは、エラーが起きた時のを観察することによって、それが間違ってたと俺は言ってるわけ。でも それはが荒川周作の教えで、そうじゃなかったらいろいろわからない。いや、だからそれがもちろんそうで、だからその歴史はすごいと思うけど、でも荒川の教えはこの身体がを使えてないじゃないかっていうことが荒川の教えだと俺は思ってる。でもさ、荒川周作のあの三鷹のってやつとかはさ、基本的にあれはアフォーダンスを崩すようになってる。あれはエラーに違うじゃなくて、アフォーダンスを作ってる。あ、そう、環境を作ってるの。自転車を作ってる、そう、ね、部屋を作ってる。で、外から身体を変えるっていうことを彼はやってるわけ、うん、だから全く、あの俺はその立場の方がいいと思う。身体というものはもっと可能性にあふれてる。分かりやすく言うと、気づいてないことがたくさんありますよねっていう言い方もできますよね。そうです、気づいてないというか、要するに使い方が非常に限定されてしまっているということですね、うんうんうん。だから意識的にこうがこうとかではなくて、あのもっと根源的な、要するにこう、なんていうかな、まっすぐなところを走っているからダメなんだみたいな考え方なわけですね、荒川さんの考え方って。壁がまっすぐだからダメなんだとか、それそうでしょうね。あの我々 あの行為をアフローしてるから、やっぱりこのスクエアの空間は、それを変えちゃうっていうのすごく納得できる、僕は。だから、うん、身体を変えるのは、あの正直に言うと身体を変えるのは簡単だと思う。僕はその容易な方には行きたくないっていうのが僕の選択なんだ。だからこう、だってね、あのあれじゃないですか、あの切断、あの手がね、切断しちゃった人がこう機械になってるっていうのあるじゃないですか。いや、すごいかっこいいな、なりたいな、やればいいじゃんと思う。俺やればいいじゃん、できるんだもん、やりなよって思う。やんないじゃん、あいつら嘘つきだよ。羨ましいと思う。いや、だから羨ましいと思ってないわけよ。あ、さ、自分で違う、彼らが、彼らはね、そうなりたいとかって言うんだったら、今すぐやればいい。だってできるんだから。でもやらないんだろ。それはなぜかというと、我々が、彼らも実はこの身体にとどまりたいんだよ。まあ、とどまりたいかどうかはちょっとね、ステラクとかね、やってる人。ステラクもちろんいますよ。だからそれすっごく少数でしょ。で、あの
本当に構築しているものがあるのに身体、今僕立ち上がったんですけど意図的に、うん、ちょっと恐怖を感じる人もいれば、うん、帰っちゃうのかなっていう人もいて、僕が作った雰囲気、うん、わざと作ってみたんですね今の。そうなんですよ。だからやっぱりすごいこの身体で作れることってあるんですよ、うん、男性と女性で感じることも違うかもしれないし、うん、だからやっぱりその今お話しされている身体の可能性、環境からのアポートで見つけなければならないことと気づいていることと、変わってしまった私、もう自転車に乗れない私の存在と乗れる私の存在っていうのを、さあどう考えていかなきゃいけないか、まあ、簡単に生まれ変わったって言っちゃってもいいし、新しい自分だって言ってしまってもいいと思うんですけれども、でそれが、外部要因だけじゃなくて中の刺激の展開からでも、発生する、一人でも発生させることができる。ただ共同性みたいな問題が出てくるとまたちょっと複雑になるので、その辺からがすごく話が大きくなるっていうお話されたので面白いなと思って、すいませんね。いやいやいや、話こそだから僕ね、初めね、五郎君が言ったのですごい気になったのはね、まあ、ガムを噛める、風船ガムを膨らませるようになったとか、自転車に乗れるような私っていう時に、前の私とは違う私になったみたいな言い方したのよ。それは、そんなに言い方していいのかなっていうのを俺すごく疑問。つまりそれとオートポエティックシステムからすごい離れてない？生命システムから離れちゃってる感じがするんだけど。つまり断絶があるような言い方したのよ、うん、僕は断絶はないんじゃないかなと思ってるんだけどね、その、まあ何て言うんですかね、まあ冒頭その、まあそのメンタルシステムというか心的システムの、まあ、行為を積み重ねていくことによって身体ある身体値みたいなのが形成されて、それが不可逆なものであって、うん、やっぱりそのっていうそういう感覚はあるのよやっぱり。でそれはやっぱそのなんか変態するじゃないけど、うんうん、つまり、まあ、そんな感覚になるんだ、うん、五郎の作品の表面に起きているパターンを例にとって説明しようとすると結構簡単かすごい助けてあげてるだ、ね、だから、まあ、同じようなパターンの繰り返しだけど、ある時にいきなりこう革命的 な, そうなんか発展があるじゃん。エラーもそうだし、まあ、エラーとかを利用して、うん、やっぱそのなんかさ、例えば絵なんかはさ、こうかなりこう自動的にっていうかさ、あんまりそうこういうふうにしてこういうふうにしてとかっていう工夫するとか意識してとかっていう感じじゃない感じでドーンと進んでって、であるその画面上の状況が、まあ、結構その複雑になどんどんなっていくと、でそうするとあどうしようかなみたいなふうに結構その一回やっぱその自動性みたいなのが一回停滞したりとか、なんかとちょっとこうなんか踊り場に出ちゃうみたいな、そういう時が来たりとかして、でそういう時にまあなんかそういう複雑な状況に折り合いをつけるようなこう発想の転換みたいなものが起きた時に、こう今まで構成してたものとは違う要素、線の形のものとかがこう出てきたりするわけよ、うん、でそうするとそういうものがなかったかつてとはやはり違うという、それその、うん、その新しい構成要素によって、まあ、絵の組み立て自体もどんどんこう変わっていくっていうことの、まあ、連続でこう、うん、またそのメンタルシステムがこう形成されていくと、まあ、僕はそこはあんまメンタルとは関係ないと思ってるんだけど、ちょっと話を僕の方に引っ張るとね、うん、その、エラーが起こるっていうのは基本的に偶然性の話なのかな、うん、偶然起こるわけで、その偶然性を拾っていくという話になるんだけど、僕は身体の身体値、自転車に乗るとか、あるいは風船ガムを膨らませるとかっていうことは、これは僕はやっぱりポッシビリティだと思う、可能性だと思う。
つまり身体の可能性が発見された可能性を解き放つというかね、ということだけなんだと思うの。だから偶然性の話、絵画にか、絵画っていうかね、おそらく制作に関しては偶然性なんだと思うんだ。偶然性というふうに言った方がいいわけ。あのゴルフの制作なんかもそうよ。偶然性を、偶然に発生したエラーを回収していくシステムの中で、そのまま、まあシステムが止まらないからね、そのままぐーっと回っていってると、エラーが発生してもそのまま進んでいくってことだね。可能性というものはそもそもあったものが権限するだけっていう感じが、まあ、僕はあるな。だからつまり身体のというのは可能だから、どのくらいの可能性があるかまだ分かってないけれども、うん、その可能性の塊、潜在力、うん、先制力の塊としてギュッとこうあるっていうのが僕のイメージ、うん、でそこがまだ解き放たれてないので、でしかもその自転車に乗れるというのは、自転車が発明される前は自転車に乗れるやつなんて誰もいなかったわけだ。だからそれはポスビリティが花開いたわけね。でそれを花開かせるのがテクネーナ、アルステクネーナだ、うん、っていうのが僕 の考えだね、うんうん、なので多分その時にちょっと聞いてみたいのは、じゃあ美術作品の制作っていうものはどっちなんだろうなと。だからその我々の中にポッシビリティとしてあるものなのか、それとも偶然によってなんかこうできてしまっているものなのか、うん、偶然性というのは結構外部にあるわけよ、うん、外部と外との出会いっていうかな、うんうん、だからちょっとオートポエティックシステムとはちょっと違うんだよね、やっぱり外部のシステムのものに影響されるって感じがするわけだから、可能性っていうものは、うん、自分のシステムの自己システムの中で起こることなので、まあ、どっちなんだろう、どっちっていうわけでもないですから、ね、うん、両方あるのかなという感じは、うん、まあ、正直なところだけど、うんうん、そのやっぱり例えばなんか布の作品、織物をやって、うん、その造形をやっていくっていう作品はやっぱり、うん、初めから何の構想もないわけでもない、つまり制作し始める段階である可能な状態というか、うん、ものがやっぱりバックとしてはある、うんうん、でもそれがやっぱだんだん具現化していくときに、その自分でもびっくりするみたいなことが起きたりとか、こうあとその要は常にその自分で自転車作ってるようなもんだから、自転車作って自分で乗ってみてるようなもんだから、なるほど、その作ってみたらうわこんなんなのみたいな感じで、そのそれでまあちょっと作り変えたりとかするみたいなことがまあ起きてるっていう感覚ではあるけどね。でそれがやっぱその一回だからまたちょっとその別の自転車の形にしてみて、その乗り味を試してみるみたいなことをやっぱこう絶えずやってて、うん、でその中でその全然今まで思ってなかったような別の自転車の形みたいなものには到達したいと、うんうん、でそれはやっぱさ可能体としての作品っていうのはさ、うん、こうをその自分の感じ取りとしてはやっぱ超えたいわけじゃない、うんうん、その可能であったけれども今まで存在しなかったものに、うん、をになんかその自分がの作品が回収されるじゃないですか、うんうん、そういうふうにはやっぱり考えてないわけだよね、うんうん、作って本人が、うんうん、でもなるほど、そのでかい、まあ、僕のその布の作品なんかはさ、絵画のマテリアルは全部そうだし、うん、だからそのそういう誰も使おうとしなかった変数でそれをこういうふうに活用するとこういうふうになりますよっていうことはさ、その、可能な現実ではあったようなものとして考えられるわけじゃない、うん、だからそういう意味ではそれ両方あると、うんうん、なんかいう感じで、風船ガムなんかは逆にというか、風船ガムはやっぱその風船を周りに膨らませられる人がたくさんいるわけじゃない、うん、それででも自分はできないみたいな状態からスタートするから、その可能体だよね。やっぱその自分が風船ガムってどうやって発明されたの？あれってもともと膨らませるために発明されたの？知らない。そう調べればなぜんじゃない？俺も今ふと気づいたけどさ、まあ、最初の風船ガムみたいな。でもあれってさ、すごくさ粘着力が強いガムを作ってるうちに誰かが膨らませ始めたんじゃない？うん、最初は膨らませるつもりではないで売ってない、うん、
いや最初膨らませるつもりで初めから発売してたら相当すごいよね、うん、そんなはずはないじゃん、うん、それちょっと気になるな、うん、でも最初にやったやつってすごいし、しかもこんなに誰でもできるっていうか、うん、のってすごいね、よく考えたらたったあれだけのただのガムなのにね、あれ一番すごい大発見だよね、しかも新しい膨らませ方ってないじゃん、一番初めにね売り出した兄弟って、嘘だよお前、それバブルガムプラス一つ膨らました中にもう一つ膨らまして、もう一つ膨らましてとかってこうね、うん、ああ、なんか作っていく人がいますよね、うん、30、40人作っていく、うん、あの煙、トロトロの煙とか見てるよね、うん、こう中にこう入れたりとか、まあ、遊びの中から、うん、掘り下げてもそんなにいい答えが出るかどうかまあでも最初の歴史が、ね、なんかちょっと面白い、ね、そもそもだからバブルガムとして構想されたものなのか、うん、ただくちゃくちゃ噛むだけみたいな、タバコとか、まあ、紙タバコとかですかね、うんうん、紙タバコの代替みたいな、あ、うん、もしかしたら薬とか、なるほどなるほど、そうやって考えるとガムも面白いな、だから、うん、そういうオートポエティックシステムに優れてるよね、あのこう勘で見つけ出すっていうかね、うん、まあ仮想的だしね、やっぱそのいやそんな難しいこと言わなくても偶然性で偶然でいいと思う、あのなんかそういうのはねキャッチするの上手だよね、うんうん、で死のオートポエティックの話、あ、それで死の、うん、それでなんか2、3ヶ月前ぐらいにあのこの展覧会をいよいよ具体的にこうやってきますよっていう風に なった段階ぐらいの時に、あなたが死のオートポエシスっていうことをテーマというか俺に対してそのキーワードとして僕に投げてきて、でなんか、まあうん、なんかそこから考えてくれ的なそうだね、言ったねことを言って、で、あ、そうと思って考えたんです。オートポエシスに死はないんじゃないかっていう、うん、生しか考えてないじゃないかっていう、死もあるだろうっていう投げかけをしたの、で、まあ、それはなんかこう言われてみるとハッとするみたいな感じもしつつ、でもまあ考えてみるとまあ確かにそれはそんなものはないんだけどなとか思って、で、うん、そのオートポエーシスがある種その停滞し続けている状態みたいなものをちょっと考える方法に至ったね、うん、それでそのなんかまあ要はさ風船ガムなんかもさ、やるって言って一生懸命やってるけど結局できないみたいなことがあったりするわけじゃない、うんうんうん、でそういうふうにその、ある行為自体 その可能体もすでに構想されてるんだけど、それがずっと停滞し続けてしまうみたいな状態、うんうん、っていうのを死の男演出みたいなあの形で考えてみるっていうふうに した時に風船ガムが出てきたんですよ。あ、やっと分かった。俺ね、つまり五郎君は全く逆で考えたのな。俺はね、システムが死ぬときっていうか、まあ、あるいは死の中にオートポエティックの何か死のシステムもあるはずだろうって僕は考えたわけね。もともと投げかけたのはそういうことだったんだけど、うん、逆にね、あの今言ったのはね、要するにね、そのシステムの誕生の瞬間の話をしたんだな。誕生だから、うん、あのシステムはさ、自動にはあのこう駆動していくはずじゃん、うん、でも自動に駆動しないわけだよね、あの風船ガムを膨らませるという行為は、はい、というポイエーシスは、うん、だからそのポイエーシスはいかにして生まれるのかっていう、うん、その一番初めの話をしたんだな。そうそう、でオートポイエーシスはほら元々はだからこうすごい原子の海みたいなところでさ、うん、なんか遺伝子とかも何にもないんだけど、そのタンパク質っぽいものとかアミノ酸みたいなものとかそういうのはこうなんかそういう海の環境の中で作られてて、そういうものが正確反応を起こしてなんとなくこうまとまりになって膜みたいなのを作ってなんかそいつを維持し続けるはずだみたいな、うん、そういう構想で始まってるから、うん、まあ、その中でそれがやっぱりそのいろんなこう環境になんか圧力が来たりとかしたら全部バーンって流れちゃったりとかしてさ、うん、すごいそのなんつうの、その、そういう自己維持のシステムを形成しそうだけどまた崩れてとかっていうようなことがやっぱりそのずっと起きてて、そこになんかまたある条件が加わった時にそれが
ある種のロバストネスとか、そういう頑健な状態というか、強くなっていくというようなものとして、こう、だんだんその、なんていうのか、そのシステム自体の、その安定性みたいなものを保たれていくというか、うんうん、で、その、なんか、できそうでできない状態みたいなのが、なんかずっと続いちゃうみたいな。うんうん、そういうのを、まあ、考えたんだけど、で、ハノフさんの文章が、死の男意識って言った時に、それもじゃだから、その、生命を恒常的に維持し続けるようなシステムとしての生の男意識の反対側に、俺は最初考えたのは、死に続けるためのシステム。つまり、その、全然生命生まれてくれないみたいな、その、世界が死に続けるためのシステムっていうのを、があるっていう、それいいな、それを言ってるのかなと思った。で、ああ、でもそうそうそう、そういうこと、そういうこと、でもそうよ、俺が考えてたの、そういうこと。いや、それを、それを言ったら、それ、それはだから、あの、まあ、エントロピーとかさ、なんかエントロピーの話も、そっちの方に行っちゃって、うん、安定っていうか、何もない状態だな、なぎの状態。その、すべてがこう、ぐちゃぐちゃに混じっていくだけの方向性に世界が一応進んでて、うん、その中にそれに抵抗するように生命がこうあるというふうに考えたときに、その死のシステムっていうのはそういうエントロピー的なものとしてこうあるというふうに、うん、まあエントロピーどっち、増大それも減少、増大か、うん、っていうふうに思うと、その死のオートポエシスってむずいなと思って、でちょっとその死のオートポエシスっていうその語義にそのまま答えると、まあ、スケールがちょっとでかすぎるということはまああったんだよね、うん、いけるんじゃないかな、うん、でもちょっとやってほしいね、まあ考えてはいるんだけど、うん、やってほしいな、ちょっと 早めにやって待ちきれないから、だから文章の中にもさ出てきたけど、うん、なんか要は、死んでるけどその死んだ状態を保持し続けてるようなものでさ、だから俺ね無機物について考えたよ、あのだから五郎君の作品で、うんを見て思ったのは、あ、無機物の方にシステムがあるという可能性は十分にあるわけだ。だからその荒川さんが環境というか建物を作ったのと一緒。だからこの外側の方にシステムがある。しかも有機的な。無機物の？無機物の何？無機物の有機的システム、うん。無機物だと思ってるだけで。実は極めて有機的なシステムが働いている可能性はある。だから我々から言うと、こういうもの生きてはないな。生きてはないが、しかしながら、あの何かしらのシステムがあって、我々がこのシステムに実は巻き込まれている側なんだっていうこと。それをさ、なんか物体レベルで言うと、ちょっとなんか岩とかさ、そういうレベルで言うとなんかちょっと難しいかなっていうか、だから、まあそういうことエントロピーって言ったけど、うん、そういうような、もうちょっと抽象度の高いシステムとして、うん、その死を安定化させるためのシステムっていうのが、うん、こう有機的に働いているとかを考えるんだと、なんかこうもうちょっとなんかあるかもみたいなふうに思う。その要は、なんか、あのでも算数にもプラスとマイナスがあるみたいに、正のオートポイシスと負のオートポイシスがある。でも基本的には、オートポエティックなシステムも生命も、あらゆるシステムは、ゼロになる運命にあるというのが基本的なあの物理学的な理解ではあるでしょ、はい、つまりあの、はい、宇宙は広がっていって、うん、ゼロになる、うん、ものすごい時間がかかったらね、うん、どんどん離れていくから距離が、うんとなるとやっぱり死に向かってるのかな。それをどういうふうに表彰するかっていうのはちょっと難しい話よね。それが死なのかどうかっていうのはよくわからんからな。であとそれなんか、あのビッグバンについてはどう思う？どう思うって言われたの？ビッグバン。宇宙の話とかしないじゃん。宇宙の誕生ですか？いやね、宇宙の話あんまり興味ないの？興味ないというかね。ちょっと怖くなってくるというか、おお、その話ちょっと楽しみじゃん。どういうこと？え、やっぱほら、なんか宇宙って何みたいな。うん、いいじゃん。すごい、一番不安になる、その考えると。え、何？全然わかんない。どういうこと？え、いやなんか、俺は楽しくなっちゃうんだけど。宇宙の外側とかさ、いいじゃん。
考えるとさ、怖いみたいな。一番だからね、本当に自分のが死ぬってことを考えるより怖い。なんか自分が死ぬってことを考えるの怖い？考えるよりも怖い。考えるのも怖いんだ。あ、最近ちょっと違うんだけど、うん、昔は怖かった。宇宙考えるの怖いんだ。なんかそうだ。なんつうのかな。それはさ、宇宙を考えるっていうのは死そのものを考えることに近いというか。時間が長いからかな。ものすごいイフみたいなのがある。ないですか？いや、イフはあるよ。イフはあるけど、それにすごいこう救われる。僕はだから好き。つまりもう、もうものすごくどうでもいい存在でしょ、自分なんて、うんうん、それにもうものすごい救われるね、僕は。だから好き。ああ、なるほど。だから逆回転してる。ずれてればスルーしてもらってもいいですけど、自然とかっていうのはどうなんですか？死とか自然とか近い感じです？ネイチャー、うん、自然、自然をどういうふうにちょっと定義づけるかってことになりますかね。まあ、自然科学の一種なんです。死と自然がなんか近いかなと思って。で、そんなに宇宙ももしかしたら近いのかなと。近いんですけど、宇宙はもっと怖い。もっと怖い。自然もちょっと僕怖い。あ、自然はね、怖いですね。分かんないんです。あ、自然はね、リアルに怖いですね。というか、自然っていうかね、山とか海とか、ああいうものは、それはね、もうこの身体感覚的にものすごい怖い、うん、これ動物的な本能だと思いますけど、うん、わ危ねえみたいな、うん、でなんか山とか入ったらなんかよくわかんない音とか聞こえてくるじゃないですか。いきなりなんか獣がボーッと鳴いたら、なんだあの獣はみたいな、そういう怖さはあります。その一個手前の自然ってなんだろう、うん、自然を理解できているのかどうかがわからない怖さも僕は持っていて、その時自然って具体的に自然ってどういうんですか？それは言えないんですよ。もう作られたものしかなくて、ほとんど人工的なものしかないんじゃないかというふうにも理解できるかなと。今言ってる自然ってほとんど人工的なものなんじゃないの？もしくは作れるんじゃないの？山とかですか？うん、山とか作っちゃえばと思えば作れるんじゃないのっていう話。山作った方が僕いいと思ってるんです。いや、その通り。あ、皆さん、富士山あんなに素晴らしいと言われるなら、富士山作っちゃえばいいじゃないかっていうんですよね。だから作った方がいいですよね。人工的に作れるんですよね。ただ、人工的に作ると、多分作りきれなかったものが明確になるとは思うんですよね。うん、何が違うんだろう、何ができなかったんだろうみたいなのはあるので、宇宙の理解も死の理解も、まあ、ちょっと自然の理解も、なんかちょっと聞いてて近いのかなと思ったんですけれども、ね、そうかな。まあ、ちょっとレベルが違うっていう風な話が、そう、宇宙はもっと怖いとかって、それはそれで面白いなと思ったんですけど、なんか自然とかって、もうちょっとなんか、例えば倫理的な問題とか、まあ、その人間のその概念の範疇で、その、こう対象化しうるような意識がちょっと伴ってるんですけど、宇宙はもうその宇宙のためにとかがないし、なるほど、なるほど、なんか俺は宇宙のためにって言いたいね。だからそのね、途方もなさみたいなのが、やっぱり本当にこうなんつうのかな。なるほど。でもね、俺ね、美学の範疇で、自然っていうか自然物をどういうふうに判断するかみたいな判断力ね、はい、だから自然をどう判断するかっていう美学ってまあ結構あるんですよね。自然美について考える美学ってかなり分析美学っていう英米系の美学の中ですごい重要なトピックとしてあるんですけど、宇宙美学っていうの聞いたことねえな。だから宇宙の美を考える美学っていうの聞いたことないから、これを立ち上げよう。今キャンサーでやることに決めます。いいと思う。宇宙美学、コスモエステティクスっていうかな、うん、これを立ち上げることにしよう。我々が目指すのはとりあえずルネサンスを作る。でルネサンスは次多分渡り海美術館で俺らやらせてもらえると思うんだよ、店長が。あ、そうですか。うん、もう俺の中でそうなってる。次は渡り海美術館で、渡り海美術館の時はフォワードにするか理にするかちょっと悩んでるんだけど、メールのフォワード、転送 FWD フォワードか
D にするか、ちょっと今ジャストアイディアだけど、フォワードっていうタイトル展示やってる人じゃなくて、フォワードルネッサンスか、リルネッサンスにする。リルネッサンスがいいかな。まあ分かりやすいのはリルネッサンスね。もう一回ルネッサンスやると言うと、ルネッサンスがルだからね。ルにさらにもう一回付け加える。ルネッサンスにさらに変身する。ギリシャみたいな、ギリシャ復興ねに、もう一回リをつけるっていうのを、まあとりあえず渡り海でやるから、でその次は宇宙コスモエステティクスにしようか。怖えな、恐怖の。でそこでついに死のオートポエーシスの作品が完成する可能性はあります。それ宇宙美学っていうテーマだったら、もう死のオートポエーシス出すしかない、ね、だよな、うん、宇宙美学いいね。宇宙美学今までないよ。ない、それやろう。宇宙の美について、宇宙の美を作るんだよ俺ら。作ろう。一回大きなエーテルっていう概念に対してこう変換がかかったかもしれないですけど、アルカさんが言ってたのはオーガスト・ブランキ、ずっと牢屋にいた人が小説を書いていて、天体幽霊っていう本を書いていて、あ、なんかそれ、それを読んでいたんですね彼は。でやはりその天体に対するそのアプローチを牢屋からずっとしてたの、人の学習をかなりしているはずです。あ、これは天体幽霊は出てます。文庫本で最近出ました、2、3年前に。もう出てました、岩波文庫で出てました。でそれまでもうみんな何十年も、あるかさえも何十年か前に天体幽霊っていうのをシンポジウムで話したのに、はい、探してもそんな本どこもなかったんですね。で、古本ですごい高値で取引されてるだけだったんですけど、岩波から文庫が出てて、その天体、僕はブランキーの本全部ちょっと読めてないんですけれども、すごいそのシチュエーションだけでも恐怖。あと革命論集っていうのが出てます。すごい狭いところに閉じ込められてる人が書いた本らしいです。もう1メートルもないぐらいの牢屋に入れられてるブランキーさんっていう人が、まあ、やばい革命、まあ、そうです、まあ、やばい思想を持っていたら、だから牢屋に入れられてベンヤミンを震撼させたペシズムの深淵って書いてある。ベンヤミンがすごいな。すごい人だ。すごい人ですね。だからコスモはいいテーマじゃないでしょうか。じゃあちょっとこれすみません。いや、すごい面白い。これはよありがとうございます。荒川さんってそういうね、なんかなんかね、もうオカルト一歩手前なんだけど、でもすごい科学的にやってるみたいな、左翼系の科学系雑誌みたいな、すっごい読んでたのよ。ものすごい、だから彼科学すごい詳しかったけど、ものすごく危険な危険視されているようなサイエンス のペーパーをよく読んでたっていう話は聞いたことありますね。面白いね。でね、まあね、ちょっともうちょっと、まあ、もう一回戻ってみるとね、ちゃんとこれをね、これも持ってきたわけ。そしてこれね、これちゃんと読み返してないでしょ。僕は知ってるんですよ。あ、お前読み返してないな。この間川本先生の講演会行ったら、あれ今日は村井君ゴールドさんって言ってましたよね。先生ですか、それ。それを三鷹さんの役にですね。三鷹、だから住宅店名販売今年ですか。うん、今年もやってたんだ。ジョン・ディ・キーンっていう、はい、研究者が来てて、川本先生と稲垣さんみたいな、まあその段階で、でそのオートポエーシスの発生で、発生する現象をどう捉えるかっていった時に、いい例がないかな、あれ今日五郎さん来てないか、確かに例はいい例ですね。まあ五郎さん言ってくれてる。川本先生あれらしいです、来て欲しかったら俺に連絡やと村山五郎が言ってますよ。同じ日にあるでしょ、はい、B&B でやるでしょ、29日に。あ、そうなんですか、鴨さん B&B でやるんですか。だから
GMT でやる河本さんと柳さんのトークショーと、あ、そうなんだ、安田さんのやるトークショーが同じ日だから、あ、そうですか、困ってるんですよ、どっちに行こうか、それよくないね、ちょっとどっちかずらしたまあ、打ち上げで合流しよう。ごめんなさい。言っといて、連絡してて。で、うん、実はですね、あなたね、この書論ですよ、15ページにも書いてあります。いいですか、ね、歴史、ね、子供の頃から私は、これ、あの、マテラーの、書論、あの一番初めですね、子供の頃から私は動物や植物に興味があり、それらがなぜ生きているのかとよく考えた。こうして1948年、医学部1年生の時に次のような詩を書いた。その第一連はこうである。読みますよ。見る者にとって死とは何か、死にゆく者にとって死とは何か、知ることも理解することもできない重さ、確固とした自我への苦痛、一方では沈黙、平安、無だが一人は誇り高く怒りに満ちて決して認めようとしない。死の向こうでは何も起こらないことを、死の果てには死のみがあることを、もう一人は沈黙し、おごそかに感じる。感覚もなく、何もわからない。なぜなら死は死であり、死のない生は空虚に過ぎないから。これがな、はい、これがな、マツラーナの医学部1年生、一番初めなわけよ。しかもこれ自分で書いてるんだろうね。本に書いてるわけだから。はい、彼にとってこの死というのがこのようにしてあったということが非常によくわかるんですよ、はい。ある意味でこれな、死の拒絶からやっぱ始まってるんだよ、マツラーナ。俺の理解ではな。だからやっぱりね、あの彼は社会革命みたいなのもかなりこう考えていた人でもあるけどね。だからこれね、読み返したらね、あのやっぱすごい本だね、これかなりまずい本だなっていうのは思いました。あの読むの大変なんだよ、その本は。読むの大変っていうかね、あのね、あの乗ってんな前みたいな感じで、あのすごいですよ、この書の最後もすごくてね。でもね、完全、まあ、必然的にね、非階級的社会が訪れるのであるみたいなことを書いてあるしてるのよ、うん、それは必然だみたいな、システムとしてみたいな、うん、いきなり書いてあるし、ここ全然関係ないどう関係してんだこれはみたいな、まあ、こんなに来てる文章だったかなっていうのはね、読んでて思いましたね。うん、うわ、面白いですね、やっぱりこの本はもっと読み返されていい。あの、起書ですね、これね。起書、あの、変わって、鬼人の木。奇怪の木です。うん、奇怪の木、これは。面白い、これは。もっと、あの、みんな読んだ方がいい、これは。俺の中で、ちょっと久しぶりに読んだんだけど、あ、こんな面白かったな、思って。科学の本っていうよりも思想本だね。やっぱり、だから影響を与えたっていうのが分かるよね、これ。うん。で、どうですか、この死から始まってたの、ちょっと読むの、これ。さっき聞かせてもらいましたいいね、これはね、やっぱ面白いなと思ったら、だから何に、もちろんね、やっぱ面白いね、あの、何について考えてたんだろうな、河本先生の役ですよね、そうですね、そうです、河本先生の役です。浅田さんが日本ででも、かなり初期の頃に紹介したっていう、そうでしょうね、あの初め、まあ、やっぱりものすごいムーブメントになった本だったので、これ出てくる70年代初めですね、これ70年、これ70、そう、70年かいな。あ、だからやっぱりあのパリコ、パリで翻訳は91年、5月革命のすぐ、あの、まあ、5月革命の中で書かれているっていうかね、そういう本だから、うん、彼はアメリカ、基本アメリカにいたわけだけど、うん、そういうこと、はい、いや、死についても本当に最近たっぷり考えることがある。まあそうだね、あの五郎くんね、あれ死んなかったからね、こいつね、宇宙に考えるとね、怖いんだって、怖いから宇宙についてあんまり考えないようにしてるんだって。あ、それはすごいわかる。おお、わかるんだ。まさか、それなのに、あなた一番宇宙について考えてるじゃん、キャラサメンバーの中で。子供の頃は、海、海は怖いな。あの、新潟に住んでたんだけど、遠浅、の海にしか行ったことない子供だったっけ。で、ある日、干潟か新潟の、うん、だけど他の海行ったら、で、あと、あの、浮き輪で絶対沈まないんだけどね。つまりあの溺れる怖さではないわけ、その時の怖さで、ゴーグルつけて中に覗き込むと魚とかいて、きれいみたいな感じ。めちゃくちゃ深くて、もうそこが見えない
海に初めて行った時はもう本当にもう恐怖にとらわれてもう溺れたと思っていや海は怖い、それは海の怖さだから、そして何があるかわからない怖さっていうか深淵っていうか、どこまでもどこまでも違う、それでもさ、考えるのと感じるのって違うね。そうだからもう体が恐怖したって感じ、うん、それはわかる。宇宙に行ったらどうなるんだろうな。宇宙に行って恐怖、宇宙って宇宙に行ってさ、宇宙飛行士ってさ、宇宙に行ってさ、もうものすごい怖かったって言ってさ帰ってくる人っていないよねあれなんで。それは宇宙好きだからでもさ、斜めのまま別に宇宙出てないしさ、なんかこの地球上の似た環境を人工的に作ったところしか行ってないからね。てか宇宙服ってそうでしょ。宇宙のことを考えるのが怖いんだよ、うん、逆にで怖いでしょ。そう、宇宙、いやでも海の、でもそれは両方あのいろんな、なんていうかな、その体験すると、もちろんその海の底を考えるのも怖いっちゃ怖いけど、でも考える思考、その自分が体験するのとは全く別の怖さだと思うのね。だからそのちょっと違いを知りたかったと。知りたいね。で、宇宙の何、ここもまあ宇宙、あ、いや一番怖いのは宇宙の底、ほら怖い。それ、まあ、それだったら理解できる。それだったえ、宇宙の外だって、もう圧倒的に分かんないもんね、うん、分からないものに対する恐怖って感じだった。圧倒的概念、圧倒的に。でもそのやっぱ何ですか、超、なるほどな、でも面白いな、なんかスケールが、超スケールっていうかさ、やっぱ。あ、でもね、ちょっとそれ分かった、うん、あのね、君たちはね、一神教の人たちなのかもしれないけど、ちょっと今思った。でもね、超越性を結構あの感じるタイプなんだね。あの、僕はね、宇宙の外もね、同じような感じだと思ってるんだよ。バーッとこう、あんまりね、変わんないっていうか。ああの、繰り返されてるっていうか。繰り返されてるというかね、あ、だから宇宙もよくわかんないし、ここもよくわかんないし、あんまり変わんないじゃないかなって感じが俺はしちゃうのね。だから怖いよ。だから自分が死ぬのとか怖いよ、もちろん。なんだけど、宇宙の外とか、うちとかっていうのは、あんまりそんなに、なんか、どっかで区切れて、こっから先が怖いとか、っていうのはあんまりないのよ。だからさ、宇宙が膨張、同じように分かんない。ビッグバンしてさ、宇宙が膨張してますとかって言ってさ、うん、え、じゃあその外はみたいな。その外は、その外は、え、その外はみたいな。それはすごい宇宙の内部が広がってるわけだから。そう、いや、こうやって広がっている、うん、ここはみたいな。だってこうやって広がってるこの辺はどうなってるみたいな。え、そう、だからここがこう広がってる、ここのところから空間ができ始めた。でもなんでそれを恐怖する必要があるのか分かんないんだよ。だって俺ら死ぬの多いと、いや俺らよ、いやだから俺らは行けるわけないわけだからとりあえずは我々の身体が行くことはできないわけじゃない。だから別に恐怖しても意味がないっていうか、ただ思考的にはものすごい面白いじゃない。面白いけど、それはし、あ、さっきさ、マトリアナが書いてた死についてのさ、うんうんうん、あの死と同じですよ、うん、そうだよ、そうだよ。俺やっぱ俺って多神教だと思うわ。君たちはちょっと超越的な神を信じ、あの、感じれる人だと思う。俺感じれない可能性があるな。いやいや、この話を聞いてる。違う違う、全然全く逆だから。逆、多神教っていうか、草はあの世を信じてるって思う。あの世、うん、この世みたいな、あの世はあるんでしょう。あの世っていうか、あの世っていうか、あの世を否定する根拠は特にないんじゃない。俺とゴロは輪廻を否定する根拠はない。俺とゴロはこの世は死によってそこでいきなり断絶、その先は何もない。だから死が超越的なものとして現れてる、うん、だから俺はその死は嫌だよ。はすっごい長生きしたい、ものすごく長生きしたいけど俺は、ね、500年くらいものすごい長生きではないですよ。長生きでしょ。どういうこと。宇宙から見ればってこと。いやいや、置き換えたら体をもっと長く生きる。ああ、そういうことか、うん、まあまあ、それでもあのできるだけ長く生きたいけど、あんまりその死によって断絶、まあ断絶しようかな、するけど、その死の後を想像するってこともすごく楽しいことだなと俺は思ってる。というか、それがアートをやってることの理由の一つなんだけど、自分が死んだ後さ、俺どういう風に読まれたりするんだろうなとか。見たくないですよ。見たい。どうなってる。すごい見たい。それが見れないから死んだんじゃん。見たいけど、でも見たいけど、でも想像するだけで楽しいじゃん。おお、俺のことを死んだやつのやつどうやって語るかなとかって
た考えるのもあの方が楽しい。なんか俺だ今の生の方が絶望的だもん。俺は。死んでからの方が俺夢になるだろうなって勝手に想像できる。その方が自由でいいじゃん。なんか能天気だっていうのそうそう、ある種能天気でいられるでしょ。だから宇宙の外なんて考えるの能天気でいれるじゃん。お怖い、行ってみたいなとかって思っておけばいいわけよ。自由じゃない、宇宙の外は。素晴らしいよ。面白い。もっと身近にそれに近い経験っていうのを持ってこれを寄せてくるのは難しいんですよ。そして宇宙ですか、怖い、怖いとか、僕は極限っていうキーワードもう極限、僕は田中さんの研究をずっとしてるんで、極限で見るものが家っていうのがあったりするんですね。極限っていうキーワードが、まあ、あったり出てきたりするんですけど、すごいその、まあ、僕は現を経験したい、で超えたい、敷地を変えたいっていうのはすごい日常的に思ってるんですね。それこそ風船ラーメンもそうだし、自転車もそうだし、それで別の自分だと思ってるぐらいなので、宇宙に行く恐怖を超えられないのかとかみたいなものと同じ構造が日常の中にないのかなという気はちょっとするんですけど、ニュース映像の中にあるとか、例えば怖さですか、はい、エビスの写真展とか、ああいうのって恐怖とか利用されてたのかなと思って、宇宙とは全然違う、レベルが違う。でもまあ僕は一番日常的なもので一番怖いのは電気とかガスとかですか。なんか感電したそう、なんかそう、まあ、感電怖いですね、ガス、あのガス、まあ、何か辺から来るんですか。雷がとにかく嫌いで、おその 家から100メートルぐらいの時にところに落雷して、でそれがまあものすごい今まで聞いたこと、今まで聞いた音の中で一番でかい音。すごいよね、雷って。でそれ経験したらそれより小さい雷ってもう平気になるんじゃないですか。いや、また近くに来るかもしれない。ああビビリこのね、雷が、そうか、ゴロクは小心者なのか。すっごい分かったね。雷が来たってなったらもう、うん、本当に家の真ん中に行く。だから一回経験してちょっとでも嫌だったらもうそれを挑戦して超えていくっていうよりかもうそれ自体を経験 しないとか避けるみたいな。あとだからそのこの前感それでこの前中国のせいで感電したんだけどらしいね。ここで感電したの、感電したんだけど、うん、だいぶ激しく感電したの。いやなんかトゲが刺さってると思ったんですよ。コンセントになんでこんなトゲが出てんだって痛ってなって鈍感。そしたらその感電だったんだけど、なんか感電してた時感電って気づかなかったよ。いやすぐその後気づいたけどね。その最初その感覚としてはどうと、その、うん、そなんかやっぱさ、あ痛ってなったんだ、ギュッとこうその電気とかガスとか、うん、要は空気とかそうじゃん、その吸ってたら死ぬみたいな。だからでもなんかその抵抗できないもの、例えばここに生産ガスがシューってなってきてあーみたいな感じのやつとか、そういうそのなんつうのこう全くさ物理的にそのリジェクトできないようなものとかは嫌だね。体がこうそれはもちろん嫌だよね。そうでしょ。匂あだから匂いってすごい嫌だよね。やっぱ匂いは根源的なの大変ですよね。あの香水とかでもさ、ちょっときつい匂いの時さ、もうダメな時ってやっぱ俺全然も、うん、俺比較的あれの強い方だと思う。匂いはでも感じることができるから、あ感じれない、あそうか、でも感じれない話か。極限が更新されたようなそのある種の喜びみたいなにはならない。あそれはだから更新しようがないから、ガスとかガスより強くなれない。もう完全次は150の日本は強くなれないって何。いやガスいや電気よりもガスよりも弱いじゃんみたいな。人間が面白いあのうち何この理由。うち昔あのあれだった、あの我が家に、うん、あの雷が落ちて、うん、
ばあちゃんが吹き飛んだ。うわ、そう。大丈夫。おばあちゃん2回聞いた。おばあちゃんがびっくりして倒れた。音でびっくりして倒れたって言ってたけど、多分おばあちゃんに落ちたんだと思う。生きてたからよかったね。笑い話なんだけどね。あ、全部壊れたの、電化製品。あの保険で大丈夫なんですよ。全部壊れたのってことだと、おばあちゃんがたまたま2階に行って、まあすげえ音したのよ。で、おばあちゃんもすぐあの動いてたんだけど、ちょっと健康的になったぐらいかもしれないですね。やっぱ雷すごいね。落ちた時は本当にすごいのよ。大爆発みたいな音がさ、バーキーみたいなね。硬いよね、なんかバキーンみたいな、シャーン。あ、そうだね。俺も見たらすごいシャーン。だすごい、ものすごいアタックなんだよ、だから、うん、そう、だからちょっとね、やめてって感じ。俺も子供の頃はさ、すっげえ怖い、通学路でさ、あの雨の日にさ、ピシャーってなって目の前ですごい光って、で、大木があるんだけど、それがさ、あ、バレた、そこに落ちて、こうパカカって危なかったね、よかったね、感動しただから、雷すげえ。あ、あ、でもだそうだよね、雷、あの、あれだからね、あの、モルモン教だったかな、の人とかは、あの、とか、というか、キリスト教は基本的に雷っていうものは、あの神があれを落とすものだから、あの雷絶対避けちゃいけないのよ。だから、飛来神、モルモン教だったと思う、飛来神あのつけないの、絶対飛来神つけないから。っていうのがあるんだよね。あ、それぐらい、こう、非常にこう超越、それこそ超越性があるんだよね、雷って。ものすごい、あの、電圧が。まあ、そのぐらいさね、怖いの。怖いの。怖いの。でもなんか、極限。俺ね、昔、ボットン便所、一番初めの記憶はボットン便所の恐怖。初めて死を意識したの、ボットン便所。あれは、おじいちゃんおばあちゃんね、ボットン便所だったの。うちね。で、あれなんかすごい怖くない？怖い。で、なんか想像がさ、つくじゃん。想像。なんかこう。こうなんか、ね、いる想像だよね。なんか何か、そうそう、で誰も呼んでも来ないとかさ、あ、そうそう、だから閉じ込められて、だ落ちて、うん、そう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 、あれ怖いね、やっぱね、下に落ちてね、閉じ込められた状態で誰を呼んでも来ないっていう、あの村上春樹でいう井戸、うん、あの井戸の象徴っていうのは俺恐怖の根源的なものだっていうのはものすごくわかるね、うん、あのやっぱね、こ、は、怖いし、あの本当にただ暗いこうで、何があるのかよくわからないけど、あ、分かるんだけど分かんないっていうか、うん、あのこの曖昧な感じ、うん、あれ怖かったね。なんであんな怖いものを作るんだろうと思う。だよね、あのスリッパ落としただけで俺はもう心が震えるほど怖かったよね。震えるほど怖かったよね。あのスリッパどこにどこにってか、わーはーってなってるよね。ちっちゃいからスリッパ大きいからさ、こうやって落としてる。別に叱られるとかでもないんだけど、なんか怖かったな。ボットン便所で、宇宙はさ、うん、で宇宙はなんか怖くて、あとなんか大体その宇宙についての漫画とかはその楽しい感じなんですよ。あの宇宙についての本とか読んだりするの？あ、宇宙についての本、ブルーバックスとか読んだりしないの？あんまり読まないんだね。まあ、うん、まあちょっとは読むけどみたいな。ちょっとは読むけど、え、なんかほらだからこうたのいろんな惑星にはいろんな人がいてみたいなさ、その楽しい、あ、うん、楽しい方向性で星新一みたいな空想を膨らませるのは結構なんだけどみたいな、なんかそんなんじゃねえかみたいなその感じなんですよ、ここは。そ、もうちょっと前かね、うん、SF 映画とか見ないの？宇宙物の SF 映画とかもほとんど興味ない、うん、そのなんかそういう意味では。インターステラーとかも見てないんでしょ？インターステラーは見た。見たんだ。うん、見たけど、なんか、それ要は、あんまり、なんつうの、要は概念的に征服していくわけですよね、宇宙を。つまり地球と同じような人間が、なんかちょっと頑張れば住めるようなところがいっぱいあって、うん、そこにいろんな見たことない人たちがたくさんいて、わあ楽しいっていう話に持ってきがちっていうか、うん、まあ、子供とかそうだね、それがなんか納得いかないというか、そうじゃないだろう、もっと怖いだろうって思って、もっと怖いし、そのなんていうのかな、宇宙の、うん、そのコスモの理学を
全然表現してくれてない。でも1個あった、うん、それ1個あって、それが友達の描いた漫画で、それがともちゃんとさつかが描いた漫画だった。身近にいたなあのさつかと光り合ってやつ、うん、あの漫画ほんとすげえいいんだよ。だ誰も分かってくれない。いやあれマジでわー楽しいの漫画だからいやザ・ワー宇宙ワー。ちょっと待って、それ本気ネタどっち。いやそれマジだ。それすっごいいい漫画なのは、そうだけど、これ宇宙ワー楽しい見てみて、本当によく表現されてる。俺持ってるけどどうなったかな。まあちょっと、まあ、それでその漫画がすごい良かったから、俺とアルシンでもうプッシュしたんで。ちょっと分かんない、どういう話なの。いや宇宙はどう描かれてるの。説明できない、説明できない、全然説明できない。まず人じゃないし出てくるのが。そりゃそうだよ。でもやっぱりその時間とか空間の概念が、やっぱ著しくその地球で暮らしてる人間のそのなんつうの考え方とは変わってくるわけじゃん、宇宙全体を考えようとしたら、うん、で、まあその辺をあのいろいろ工夫してやっていくっていう漫画なんですけど、そう、だから時間とかもめちゃくちゃで蓄積的じゃないし、で、空間とかも、まあでも宇宙に関してはな、そこまでは歪まない可能性が大きいけどね、あのこの宇宙に関してはね、まあ、時間はまあある程度一定のはず。でもその、要はさ例えば光で測ってるからね、タイムスケールをさものすごい長くとってその生きてるってことにする生物みたいなのがいてもおかしくないわけじゃん。それはそうでしょう、うん、その光以上の速さで移動するようなやつとかがいたらさ、うん、それがいたら結構話はだいぶ変わるんだよね。そういう漫画だ、こっちが光、まあまあいいや、だから SF だな、そうなると SF、まあ、宇宙もちょっと大きい話になっちゃう。まあ、時間は宇宙の経験者の話で、はい、面白かったのは毛利さんで、あ、最初に行きました、うん、一回宇宙を経験しました。多分、まあ、あんまり言わないけど怖い思いもたくさんしたと思うんですけど、うん、2回目に行ったら何をしていいのか分かんないけど細胞が覚えてたって言うんです。はあ、やっぱりそうなんだよ、うん、細胞値だ、細胞が細胞値、細胞が何をしなきゃやんないか、だから2回行った人しか言えないことなんですよね。だから青い言ってるから1回目に行ったことをもう頭で考えるとか思考とかもそれも全て超えて細胞単位で記憶していたっていうようなことを言ってましたね、毛利さんは。だからやっぱり細胞は、免疫じゃなくて記憶だ。なるほど。っていうふうな言い方が、まあ、荒川さんもしてるとできるんですけどね。細胞値が、その話聞くと、すごい宇宙に行きたくなる。だから宇宙から飛んできたんだ。2回。以前の宇宙から飛んできたって話あるじゃない。はい、まあ、そうなんだろうなと思う。うん、あのその方が自然なので。隕石でしょ。いや、隕石とは限らないけど、まあ、いろんなものに混じってね。うん、というか、まあ、宇宙からで、まあ、宇宙っていうか、ね、47、何億年だっけ。うん、どうぞ。すべての細胞が反応したって言ってましたけど、毛利さんニュータイプになっちゃった、うん、もうすべての細胞が2回目で気づいた。いやでもね、僕はねそれもう一個面白いと思うのはね、宇宙に行ったらニュータイプ毛利になるわけじゃん、はい、毛利に、はい、で帰ってきたらあの毛利さんにまた戻るわけじゃない僕はねそれ結構面白いと思ってるの。地球にいたら地球に合わせた体になれるし、宇宙にいたら宇宙にこうそこね、こうある程度行き来できるというか、あの連続的に行き来できるっていうのはね、この身体のさ可能性がすごいあるんだなっていうのは広がりますね。うん、それはすごい思うんだよね。あのだから僕はそうか思うんですよな。やっぱ宇宙行くべきかな。宇宙、うん、あと30、そうだな。あれ、若いうちに早く行かないと。行く？金が。あのロシア の, あの戦闘機乗って行くじゃん、大気圏の外に行けるじゃん。あれかな、やっぱその宇宙に行く芸術家募集みたいなのないの。確かに、ってほしいね。北極の展覧会は何か NASA とレジデンスはペリハン、マルコ・ペリハンとか。ああそっか、じゃ あ, あでもな、でもコスモエステティクスって行けるかな。ちょっと NASA ローリー・アンダーソン、 NASA。あ、ローリアンダーソン、うん、あ、ローリアンダーソン、あ、でもローリアンダーソン言ってるんだ。だとしたらいけるな。コスモエステティクス、ちょっとそれ目指そう。細胞値と
コスモエスジムスと死のことでしたね。そうそう、あのあれ細胞中とかはもうボロ担当、個人担当。細胞中。あのあれはあれあのコスモ宇宙美学はあのキャンサーで。全部ね。全部。その中の特に細胞中、細胞中は確かに面白いね。モリさんその話よくしますよ。見られたのが館長ね、いますからね。あそこで2回目に行った時の経験っていうのが、やっぱりすごくインパクトがあったんです。1回目は1回目で驚いて、これが宇宙だった。2回目って面白い。確かに、もう1回行けたチャンスがあったのが大きかった。なるほどですね。だからそれこそやっぱ繰り返しなんで、3回目、4回目、まあ行けてないですけど、多分何が生まれるかっていうのは、極限が更新されるような感じがあるのかなと思います。例えばさ、その花瀬さん、こう、うん、このロケットに乗って、うん、あの地球から出発してくださいと、うん、行きっぱなしです、うん、帰ってこないで、うん、帰ってこないで、うん、どこどこの星に行ってくださいみたいな、うん、それその先でこういうふうにやっていけば死にませんみたいなやつあったら行く？行かない。うわー、もったいない。なんでなんで俺の？いや、なんかじゃあ例えば、うん、15人ぐらいのチーム。15人って少なくない？じゃあ、まあまあいい、30人ぐらい。第一陣としてってことでしょ？それ、開拓者としてってことでしょ？開拓者。俺は開拓者になるタイプじゃないね。俺は開拓者になる、うん、開拓しないタイプ。開拓しないタイプ。あの、ですね、僕は。あの、そういうところはすごい石橋を叩いて渡るところだね。そういうのだったら、なんか怖いけど、その夢がある感じがするんだ。夢はあるね、夢はある。ただあの、怖いっていうよりも、あの単純に俺リスク計算しちゃうな、そこは。あのリスク計算っていうか、あのなんていうかな、やっぱ こっちでもうちょっと、もっとやりたいな感じになっちゃう。あのそっちでが楽しいのはすごいわかるけど、し、なんか、なんていうかな、あ、でもな、あれかもしれない。あの逆にね、第一陣で行くと、なんかこう、ある意味で自分がやること決まる感じしない？だってその第一陣として名指されていって、それによってまあいろいろな発見もあるし、まあいろんな、まあ、ことを作ったりしてね、あの、まあ、歴史に名を残すのかもしれないけど、そういうふうに分かってる人生っていうのがあんまり面白くないのかもしれないな。なんか要するに先が見えるっていうことがあんまり、俺先見えますか？先、え、見えるっていうか、とりあえずさ、あの名付けられるわけじゃん。あ、一番初めに言ったやつみたいな。それはなんかあんまり魅力に感じないんだよね、俺。だから探検家タイプじゃないの、そうですか。うん、どこかに初めて到達しようみたいな感じを、あの、を思う感じではないんだよね。なんかちょっとまあうまく言えないけど、まあ、そういう感じがある。あんまりそういうのに興味がないっていうか、そういう人たちすっごい好きだし、うわすげえな、面白いな、すごい体験したなとかって思うけど、自分がそうなりたいとはあんまり思わないね。昔からそういうの思ったことないね。うん、だからあのどっかに探検に行きたいとかっていうことはほとんど思ったことがない。だから俺あの海外いろいろ行ってるけど、あの都市基本的にも先進国にしか行ったことが、まあ、ないのよ。で、北欧諸国行きたいんだけど、ただまあ単純にアートが見やすいからっていうのはあるんだけど、うん、だからなんかあんまりそういうの、まあちょっと不思議だよね。だから基本的にはリサーチャー体質だから、昔からその宇宙を研究するか恐竜を研究するか、どっちかが良かった。あ、そうなの。うん、どっちか、うん、になりたかった。どっちにもなってないじゃん。保育園のどちらにもなったとも言えるんじゃないかなんで言えないと思う。言えないと思う。え、言えるでしょ。だからとりあえずあのアストロあと何、コスモエステティクスをやると、うん、で次はあのあれじゃん、あの恐竜美学とかやるのかな。恐竜美学、うん、恐竜にも美はあったのではないかと。俺ねそれでちょっと思ってるの、恐竜ってでかいじゃん、うん、あいつらゴルフもでかいけど、うん、あいつらいや、だからやっぱすごい、あいつら何考えてたのかなっていうのすっごい気になる僕。
恐竜。恐竜の身体感覚がすっげー気になる。なんかちょっと想像が及ばないんだよね。で、あいつらがいっぱいいるわけでしょ。いっぱいもいないかもしれないけど、まあ結構いるわけじゃない。この地球に。その時のこの地球ってどういう場所だったんだろうっていうか、そういうのちょっと結構考えてる感じ。だから恐竜ってどういう身体感覚だったのかなっていうのが興味あります。その時の自然環境とかっていうのも、彼らがいる環境っていうのは全く違ったような気がするんだよな。大きさってすごい重要だと思ってるから、うんうん、まあそんな感じかな。ちょっと質問、こっちの辺から質問受ける。あ、はい、質問あります、うん、はい、あるない。あ、あります。なんで、あのが風船ガムと肺がつながってるんですか。あ、あの絵、うん、あの絵、それの説明 しないといけない。まあでもそれはそのままで。風船に位置を打ち込みますよね。ふうって。で、それでこう一応その風船が膨らんだ瞬間はトポロジー的に肺と一体になった状態になるっていうのを表してて、でそれはトポロジーっていうか、要するにこうどちらも閉じ、まあ、空気が閉じたそう、うん、空気がこういうふうになった、うん、空気の感じ、袋になる、それを袋になる。それをあの図を描くことによって、なんていうのかな、こうふうってふうって吹いているっていう、そのなんていうの、息を吹き出すその感覚みたいな、この息をふうって吹いてここに入ってるっていうのは、なんかこっちを感じるみたいな。ん？はい、うん、なるほどなるほど、はいか、うん、っていうその身体感覚と、あの図の感じってちょっとこうつながってて、俺のイメージでちょっと面白い、ね、うん、だからそれを絵にしたか、絵にしようと思ったっていうのはあるかな、うんうん、あ、確かに内臓の動きみたいなのが視覚化される、外部的に視覚化される装置って確かにすごい少ないね、うん、こう心臓とか、それこそ、まあ、あの伊藤さんなんか心臓の音とか、まあ、ここがピクピク動いてたりとかって、この体自体が動いてるっていうのはあるけど、外部のもので何かっていうのは確かにそうだね。あれが結構そういうものに溢れてるんですね。ん？医療現場になっていけば。例えば？なんか視覚化するということでしょ。全部。データでってことでしょ。うん、まあデータもあるし、最近だとそのまま見れるものもあるし、うん、てか体温計とかもそうだし、エコーもそうだし、CT だってそうだし。あ、エコーとかとはちょっと違う感じがする。あの中身を視覚化するっていう。いや、だからそれ電波でね。電波じゃないじゃん。電波とか磁場とか。磁場とかね。ではないの。つまりあれ観測してるの。そうそう。間にこうメディウムなしに直接こう視覚化されてるっていうのが非常に珍しいような気がするけど。自分のまあこれ吸ってる空気っていうのは内部か。でもな、でもそういうことかもしれないな。確かにこう吸ってる息っていうのってさ。これは私なのか私のじゃないのかというのは非常に重要な問題だよね。やっぱ空気が私やだか何かというのは非常に面白い気がして、うん、まあやっぱ私だ。私だろうね。私だろうね。これはなんか私感がある。まあそういう感じです。あの絵は。だからその息を吹き出すという身体感覚とかも含めて。その仏像化するというか、あれ、そう、あれのさ、こう、なんていうの、この消化器系バージョンとかもできそうで、そうそうそう、消化器系バージョンの場合は、考えたんだけど、お尻に刺す、うん、だからさ、うんちってさ、ね、うんちってさ、その出してる途中をさ、見れないじゃん、見るの非常に困難でしょ、自分で。お鏡に映してるやつ。違う、だから鏡じゃなくて直で。こうやって。そういうふうにやればいいの？見れるか。あれしかやったことある。ない。でも見れるか。でも、あの、やっぱこの口からこういうふうに近いっていうのは非常にこう視覚的にいいですよね。いいですね。だから、うんちはなんかなぁ。うんちを見て、うんちを見て腸を意識するな、確かに。だってやっぱその形して出てくる。そのままだから。そうだよな。あと、腸の老廃物だから。
でも風船の方がなんかやっぱ面白い、確かに面白いテーマ。あれ面白いと思ったらやればいいの。うん、もっとやった方がいい。あれもっともっと展開してよ。あれいいと思う。それと洞窟とか、もっともっと洞窟に風船、洞窟を風船ガムで埋めるとかっていうのどう？すごい大きい風船ガムでシューッとか吹いて、こう全部洞窟すべてを自分の身体を風船で埋めるんだ。それは考えとしては洞窟っていうか、だからフーってやってそれが空間を充満してって今度全部自分を囲んで自分がその風船に包まれちゃう。いや、いいじゃん。そういうのちょっといい、そういうなんかちょっとパフォーマンス的なのやったらいいかもね。パフォーマンス、それで、ちょっとほらシュッて、バラエティ番組とか出てくるでっかいのちょっとやるみたいな、あーみたいなやつになっちゃったみたいな。外側からちゃんと囲めば、いろんな発見があるはずですよ。なかなか完成度はあれですけど、荒川さんの作品でこうゴムの部屋をこう持ち上げて入っていくのがあって、やっぱりその時に自分が何を今作っていて何がどうか真っ暗になっちゃうんですね。で、次の人が裏から入ってくるとパッと明かりが漏れるんですよ。そしたら色彩が見れるんですよね、パッと一瞬で。また下がるから真っ暗になる。自分がこうやって作ってるものっていうのはめちゃくちゃ明確になります。もう自分が環境を作ってるのは。僕は体験したことないんだよな。あれはまあ古い国立国際とか、国立国際80、見るものが作られるからそうです、97年ですね、その時にまあいくつかありましたけど、だから今の話、まあ、水の中にいると近いっていうのはねよく言われるんですけれども、こう隙間をこう通る感覚とか、こういうふうに使いながら進んでいく感覚とか、まあ本当に。でそれがまあ身体だっていうと、まさにこの閉じた円環の閉じた中で生成されるっていうことですよね。すごい今聞いてて面白いなと思いましたよ、うん、いやそれちょっとやってみ、まあじゃあやっぱでも物理的にも無理があるというか、そのいやそれは考えたら考えりゃいいんだよ。いや酸素が、いやだからそんなに大きい箱、ちっちゃい箱にするといいの。いや、そういう意味じゃなくて、こう囲われるっていうふうになったら、そのここの体積分の空気を吸わなきゃいけない。いやいや、だから鼻は…なんで一回で、なんで一息でやろうとしてるの。うわーっと一息で君はやろうとしてるんだよ。それはやっぱ、だってそうじゃん。一息じゃん。いや、鼻から吸って口から出せばいいんだよ。でもそのだんだん埋めてさ、こう俺がこうどんどんその風船にこう空間を奪われていくわけじゃん。最後にガチギュギュになって、でそうするともう吸えるのが鼻を取ってほしいですよね。とかね、まあまあまあ、うん、考えて。あ、そうか。だから外の、だから要するにこうボックスを作って、うん、その空気を全部吸っては、うんやってるから、さっきということをずっとしていって、うん、っていうことか、うん、っていうイメージ。あ、分かった、いいや、分かった。ギューってなった時にもう入れ替えるってことがなくなってくる。入れ替えることということ、うん、分かった、分かった、イメージは分かった。俺言いたいことは分かった。 OK、うん、それだけ。 OK ということで、もういろいろ決まったな。まだ水中とかでやればいい。今日はプランがいろいろ決まってよかった。水中とかでやればいいということで、ありがとうございました。どうもありがとうございました。